チャットハッピーです。今回のドリームトミカはこちら。タイムボカンシリーズからタイムメカブトン。タイムボカンシリーズはかなりお世話になりましたよ。もう好きでしょうがないシリーズです。これもトミカになってたとは知らなかったです。調べてみたらこのメカブトンだけなんですよね、トミカになってるのは。キノコつながりで無敵品とか出してくれないかなとかちょっと思っちゃいます。サイザンスが欲しい。まあ価格とか大きさからしたらそこまで成功ではないんですけれども、このタイヤの回転してるところとか、このテントウムシ、何よりもこの角の形状、これがねまさにメカブトン。これが出るならドタバッタン、クワガッタン、あとはガイコッツも出してほしいなって気がします。そして裏なんですけど、緑珍しいですね。あ、これ2013年に出たんですね。そして最大の目的、コースで走らせるなんですけれども、なんか嫌な予感がしてたんですけど見事に的中。車幅がありすぎてコースに合わないですね。でもこれはコレクションアイテムとしてディスプレイです。いや、しかし他のシリーズも本当に欲しい。ご視聴ありがとうございました。トイハッピーでした。チャンネル登録、ツイッターフォローよろしくお願いします。